はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。突然ですが皆さん、このデッキパッと見てどんなデッキかわかります？はい、そうなんですよ。今回のデッキはですね、デッキ内のカードすべてにですね、演出があるというね、驚異の全カード演出ありデッキとなっております。例えばさ、ネッシーとか召喚した時になんかムービーが流れるじゃないですか、あれ。今回のデッキは全てのカードに演出があります。はい、対戦相手の方に召喚ムービーを見せつけて楽しんでいただくというね、そういうデッキとなっております。モンスターはもちろん召喚ムービーいっぱいあるんですけども、魔法トラップにも結構あるのが多くて、例えばブラックホールとか、これ知ってます？すごいムービーあるんですよ、ブラックホールとか。あと、羽暴起、蘇生、ライトニングストームとかなどなどね、この辺のカードは全部演出があるわけですよ。まあエクストラデッキのモンスターも、例えばディンギルスとか、アゼウスとかね、出てきた時にそのかっこいいムービーが流れると、まあこのね、このムービーを相手の方に楽しんでいただくデッキと今回はなっております。演出ありのモンスターでシナジーを見つけてデッキ組むのめっちゃ大変でした。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ本日はですね、皆さんに演出を存分に楽しんでいただこうと思っておりまして、私のデッキ内のカードを全て演出ありカードとなっております。まあ皆さんにというか、お相手にですね、お相手にこの演出を見せつけていく、そんな形になっておりますんで、よろしくお願いします。プレイヤー名も演出をお楽しみくださいというね、意味深な名前にしてきたんで、まあ相手が気づくかどうか知らんけど、このカード全部演出あるんで、相手はこれ何ですか、憑依覚醒できるんですか。なるほど、憑依覚醒は、おっと出た、史上最強の対魔曲カード、魔法族の里。魔法族の里は魔法使い族モンスターが自分のフィールドにのみ存在する場合、相手が、発動した魔法カードの発動したというか、魔法カードを発動することができなくする史上最強のヤバいカード。遊戯王対魔曲カードランキング割と上位に入る。ただしそんなことは関係ない、現れよ怪奇怪獣ガメシエル召喚ムービーをどうぞ。そして手札よりマジックカードライトニングストーム発動。ライトニングストームの効果によりマジックトラップカードを全て破壊することができる。くらえ、演出をどうぞ。かっけー、最強ガメシエル相打ち取らなくてもいいな、これ。いやこれちょ、あれっすね、ガメシエル出さないで、まあ、レベル8に並べられるようにしといてから一回エンドでいいんじゃないか、これ。まあ、無限保有あるし、スキドルあるし、まあ、そんなに簡単に死なないと俺は思いたい。それは何ですか、除外すると、あ、わからん。あ、なんか回収するんですか、あ、セットでいけるんですか、強いですね。なるほど。まあ、一回ね、この手札2枚からさすがにワンキルは取られないと思うんだけど、あ、精霊術の使い手、なるほど、墓穴捨てて、持ってこれるやつ。まあ、これは直命じゃないですかね。直命おじさん発動。さあおじさんの効果により現れると、見てろみんな、見てろ、真ん中らへん、真ん中らへん、真ん中らへん、ギン。うぜえ、うぜえ、このおっさんマジうぜえ、このおっさん煽りでしょこれ。これがね、カードインスというか、どっちかというと煽りに近い。 2200B とは食らってやるよ。さあ俺のターン、ちょモンスター引いてくんないとちょっときついなこれ。スキドレガメシエルビートになるぞこれ、このままだぞ。ドロー、強い。師匠のジャックナイツは同じ縦列にカードが2枚以上存在する場合、手札より特殊召喚をすることができる。ちなみに伊達は2500あるぜ、たけー。そして怪奇怪獣ガメシエルを特殊召喚。これエクシーズセント、これこのまま殴った方がいいんじゃないかな、これバトルフェーズで一回ぶん殴れば、はい、ドゥン。そして怪奇怪獣ガメシエルでも何、え、なにそんな怪獣が破壊されたなんかあんの、あ、そんなことあるんだ、知らなかった。俺もテキスト全然読んでねえな。まあいい、しょうがねえ。まあそのモンスターを破壊してやろう。そして、こいつは別に特に除外する必要ない。メイン2入って、これ、エンドでいいんじゃない？なんかさ、やっぱモンスター1体にすると処理される可能性があるんで、ちょっとなんか、8を2体置いといたら多分絶対強いと思うんだよね、これ。で相手でも結構魔法カード意外と依存してる気がするから、この直命は多分刺さってると言っていい。これはいけるぞ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 いける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 
いけるぞ。非常に強い、これは。大きめの直面の700番はいいわ。これはやることがないのか。2回殴って、2体殴って、2200、2500クラッシャーは強いな。多分。これこう殴るだろ？これちなみになんですけども、はっきり言いまして、演出がありっていう共通点だけなんで、このデッキの中のカード。非常にですね、まあ、シナジーがないというか、非常に苦労しました。はい、シー・オルフェ・ゴールディンギレスの演出も、どうぞ。かっこいい、かっこいい。ディンギレスの効果発動。カードを1枚選んで、墓地に送ることができる。さあ、どっちを墓地に送りますかね。わかんねえ。これ墓地効果あるからこっちか。墓穴、オッケー。了解。で、カードを1枚セットして、これでエンドだな。無限法要、もうね、ちょっと見せたいんですけどね。相手がちょっとモンスターを出してくんないんで、残念ながら見せられるかとか怪しいですけどね。おっと、セット、怖えな、おい。なんだ、そのカードは。あいつも無限法要か？俺のターン、ドロー。いらねえ。今いらねえ。今いらねえな。未回帰のネッシーの効果発動する意味ないから、どっちにしようなんだよね、これ。未回帰のネッシー発動したところで結局ビッグッと持ってくることしかできないから、意味ないっていうね、ほぼ。よし、これで、エクシーズモンスターがバトルを行ったため、俺は使用最強モンスターをこの目に飾ってエクシー召喚できる。召喚ムービーをどうぞ。メガロキア、アーゼウス、ドーン。俺のカードでもありすぎだな、これ。俺の方がアドバンテージ損するぞ、これ効果使ったら。さあどうする。モンスター引けないと終わりですよ。さあ直命 の効果によって700ポイントの大ダメージを受けるぜ。さあ 1600VS400、 なかなかいいデュエルしてるな。おっとエンドフェイズ、俺や効果使った方がいいだろう。アゼウスの効果発動、オーバーレイユニットも2つ使い、フィールドのカードを全て墓地に送る。くらえー、うおきたー。よし、いらねえ。マジゴミ来た、ゴミ2枚来た。攻撃表示変更して一応ネッシーの効果も発動、ネッシーの効果も発動して、あや、お出てきた、ナイス、ゆけ召喚演出をどうぞ。うわー最強神戦も来た、バトルベース、いけネッシーでダイレクトタック。勝率多分ね、体感 2% ぐらい、これ、このデッキ。このデッキ、マジでシナジー見出すのめちゃくちゃむずいからね。はっきり言うけど。要は、召喚演出とか、そのカードに演出があるというだけが共通点なわけで、別にカード同士に、共通点というかシナジーはないんですよ。サイクレームサーキットはキモいって。まあ、それはさすがにライトニングストーム打つしかないか。ライスト打つだけなんだけど俺。はい、マジックトラップカードを破壊したいんだけど。よし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 、いいぞ。よし、かっこいい。ライトニングストームかっこいい。ただやることがね、モンスターを出してくんねえとやることがね。ちょ、頼む、モンスターを出してくれ、頼む。一旦モンスターを出さないと俺も何もできないんだ。さ あ緊急テレポート、まあまあまあいいわ。緊急テレポートはまあいい。で、サイキック族モンスターとかしようね。で、サイフレームギアアルファ、オッケー。サイフレームギアアルファ何すんだろう。あ、ビートダウン来た、500ビート来た、500ビートや。違う、サイフレームってこっちが動かないとあんま何もしないもんね、デッキとして。で、リングリボンオッケー。なんかね、あのデッキ言うてそんなにはやることないと思うから、まあ、これ1回メインフェーズ終了前にフルルドリス出しましょう。さあ、演出を食らえ、かわいい。ドン。相手気づいてるかな。ちょ、なんかチャットしたいわ。気づいてますか、僕のデッキって。俺のデッキのコンセプト、うわ、それめんどいんだって、やめろって。相手ターンに新キロ召喚できるの絶対おかしいから、あれ。さすがにビッグフット来た、オッケー。ビッグフットでかい。ビッグフットの効果発動、ビッグフットの効果によって手札ライトニング様もいらない、ビッグフットを特殊召喚、そして
ビッグフットの効果では1枚ドロー。よし、スキドレも来た。いいぞ。スキドレとあやめの、あの、双剣士は割とね、あの、相性悪くないっていうね、変なシナジーあるんですよ。これ、一旦バトルだろ。こっちから殴っていくか。殴って、で、まあ、これ、効果使うよね、これ、リンクリボーの。リンクリボーの多分効果使っていて、ゼロにされて、はい、そこまで読んでいました。そこまでは読んでいました。でビッグフットダイレクト3000通りますか。攻撃続きます。でビッグフットの3000ぶん殴っていく。はい、いいよ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 、いいんじゃない。メインツー入って、でカード1枚セットして、でこれ一旦エンドフェーズですね。エクシーズモンスターを立てないくて3000でスキドレした方が多分強いと思う俺は。さあビッグフットフルルドリススキドレビートが始まるぜ。おっとセット、こういうの何お前もジャックナイツ使いか。お前もジャックナイツ使い。ただ2500では俺のモンスターを突破することはできない。何、え、こいつなんか効果あんの。あ、え、あ、これジャックナイツあれなんだ、持ってこれるみたいな効果あんの。これ知らなかった。スキルドレイン発動やべ、なんか適当に召喚演出ありっていうカードで検索してレベル8で特殊感できる、あ、入れようって思った。だから自分がこの師匠のジャックライツの効果を把握できてないっていう。何、何それ。あ、あ、これ出せる。よし、いけ。あやめの双剣士を特殊召喚、召喚ムービーを見よう。はっ、エッチだよ結構これ。こいつの召喚ムービーは結構エッチ。んー、エッチだね。ドーンよし、いいぞ。これは2500、3000、3000 B とかかませる。これは強い、これ非常に強い。あとなんかあのあれですね、あのサイクレームサーキットはなんとか除去した方がいいかなと思うんだけど。エンド、よし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 、風は俺たちの方に吹いているぞ。無限法要も来た、いいぞ。一旦攻撃表示にして、これもうバトルでいいんじゃねえ。これこのまま殴ろう。サイクレームってなんかある。え、何これ、なんかあるな。ちょ、え、なんか手札いいはずあるぞ。クリボールかなんかある。何これ、知らねえ。誰お前、え、誰やねん。攻撃、嘘さ、え、そんなやつおるの。誰やお前、攻撃してきたら出てくるんだ。へえ、サイクレーム使ったことないか、知らなかった。そんなモンスターがいるとはてめえ、ふざけやがってよ、ふざけやがってよ。くそ、マジか、計画狂ったな。まあ一応メインフェーズ入ってるのかも。師匠だけじゃ出せれない、まあ、これセットしかないね。セットして、まあただスキドレ発動されてるから多分いけんだよ。サイクレームはしょれんだよ。レベル8、2体並べっかこれ。いや、これあれだな、スキドレあるからこれな、そのままの方が強いんじゃないかこれスキドレ上級レベル8ビート、これの方が強そう。わかんねえけど、サイクレームってそんな簡単に打点出ないでしょ多分だけど。いや、これ無限包容もあるしなんとかなる。うわ、ジェットシンクロン来たー、やばい。レベル8のシングルやばいぞ。言うて打点3000くらいのモンスターは結構いるんだよな。なんだ、誰だ、ギガンテックファイター、何ちょっと待って、ギガンテックファイターはめんどそれ、それめんどいな、それスキルドレインの確かに海外だな、墓地から蘇生すんの。お、ちょっとめんどいなそれ、やばい、クソめんどいな、マジか。2800打点高えしな、ちょどうしようどうしよう。え、これ殴っても意味ないか。でもほぼダメージ入るか、一応200ダメージだけのために殴るで、これ蘇ってくるじゃん、めんどいよ、おい、めんどいなお前。くそ、スキドレ範囲外でなんか効果好きなだけ発動しやがって。お前結構もっこりしてんな、結構もっこりしてんな、よく見たら。ちょ、めんどあいつ。え、待って、もしかしてさ、このデッキさ、ギガンテックファイターの処理手段本当にパンクラトプスとかしかない。ほんまにやばいこと起きてる。パンクラトプス出さないと。じゃあ令和にもなってなんかギガンテックファイターに苦しめられてる実況者いるって、マジ何そんなバカな。ギガンテックファイター突破できない男がいたんですよ。何やっちまったの。
これほんまにやばいやばい膠着状態きた、膠着状態だ。文字通り死者蘇生きた。でかい、死者蘇生はでかいぞ。これパンクで処理した方がいいんじゃないか。じゃあわかった、死者蘇生のカードを発動。このカードの効果により墓地で存在するあやめの創建士を特殊召喚し、そして俺は2体のモンスターをリリースしてアドバンス召喚するしかねえ。あやめの創建士を特殊召喚演出どうぞ。おおエッチだ、美しい。そして俺はこの中謎のモンスター2体を使って、あこっちは残しとかいいな、打点が高いから。はい、でこことここ、さあ召喚ムービーをどうぞ。ダイナレスラーパンクラトプス。そしてパンクラトプスの効果を、パンクラトプスはなんとスキドレ範囲外に逃げることによってスキドレの効果を食らわない。よーし突破、よっしゃギガンテクファイア突破、いけビッグット。うわーまたアイスか、うわお前そいつ強いって、そいつ強すぎるでしょ。ちょいまじやべやべやべ、うわーびっくりった、びっくりった、直面図しかねえ。くそかよ、くそかよ、絶対にシンクロはさせねえ、絶対にシンクロはさせねえ。ギンシュ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 、耐えろ耐えろ、なんかモンスター来い、なんかモンスター来い、やばい、インクリボンやばい、インクリボンの効果でもしかしたら特殊感 OK で、サイクレームドライバーどっか行くよ OK、 やばいギガンテックファイター一体で何枚カード使わされてんだよ。あれ3枚カード使ってギガンテックファイター突破してるからな俺。おいふざけんなよ、ギガンテックファイターに負けるぞこのままだと、まずい。お前これ実況界の笑い草になるじゃねえか一生。こいつギガンテックファイターに負けたらしいよって言われるだろ、おやめろって。なんだそいつ強そうだな。え？ジェットシンクロン。まずい。これが7シンクロができる。やばいかもしれねえ。非常にやべえかもしれねえ、これは。ちょっと勘弁してもらっていいですかね。2体でリンク召喚？サイクレームロードラムだ。なるほど。1700、2100。あぶねえ。頼む。モンスター引かないとおまけで。まずい。頼む。俺のデッキをここないでくれ。デッキを俺のドローに答えろー、ブーくそーくそがーくそったれがな、んこのクソデッキ700万いてちょっとやっぱシナジーなさすぎるわこのデッキ。